頑張れリッコ。こんにちは、マサヨンです。さあ、前回よりシリーズでお送りしております語源で学べ単語、第2回目の今回はまずはこちらの語源から注目してみたいと思います。さあ、フォアです。さあ、このフォアですけれども、前といった意味を表す古英語時代から脈々と受け継がれているセットです。before、フォアがあります前にという意味、forward、フォアがあります前の、これに関しては look forward to ing という形でよく試験に問われます。この to は不定詞の to ではないですので、look forward to、動詞を持っていきたい場合は、to doing の形にするということです。何々するのを楽しみにする。forecast、前というのがあります。これから起こることを前もって予想する、予報する。weather forecast、天気予報。foresee、ここにも for があります。前。これから起こることを前もって foresee、予見する。foresee、予見する。さあ、former、またここにも for があります。for、前といった意味ですから、former、前の。これに関しては、the former 前者、the latter 後者、こういった形も押さえておきましょう。forehead。さあ、この for も前があります。head は、この頭の for 前のところ、額といった意味になります。forehead、額、forehead、額。そして、forefinger、forefinger。for 前ですから、こう、前に交差する。人差し指という意味になります。forefinger。そして、index finger とも言います。ちなみにこのインデックスと関連して同じ語源のインディケートも押さえておきましょう。インディケート指し示す。まさにこう人差し指でインディケート指し示す。インディケート指し示す。ということで押さえておきましょう。さあ、先ほどフォア前といった語源を見ましたけれども、同じように前といった意味を表すものにプレがあります。このプレはフランス語、ラテン語由来のセットです。precede、プレ、前に、seed、行く、先行するといった意味になります。precede、先行する。In present day English, the verb precedes the object.現代語では動詞は目的語に precede、先行する。関連して proceed、進むといった単語もありますので、こちらも関連付けて押さえておくといいかと思います。precise、 precise、 pray、 前、 size というのはこれは切るといった語源です。その場で適当に切るんじゃなくて、 pray、 前もって切っておくつもりです。正確なといった意味になります。precise、 正確な。 ly をつけて副詞になります。 precisely、 正確に。 predict、 dict というのは言うといった語源です。 pray は前ですから、これから起こることを pray、 前もって dict、 you、 predict、 予言する。 predict、 予言する。関連して dict、 you といった語源を持つ単語をいくつか見ていきます。 contradict、 contra というのは反対といった意味ですから、反対のことを dict、 you、 反対のことを言う、矛盾する、反論するといった意味になります。 contradict oneself、 これは矛盾したことを言うといった意味になります。 verdict、 verdict、 これも dict、 you があります。陪審員の評決といった意味になります。ちなみに、verdict をもとに裁判官が下す判決というのは sentence と言います。dictate、dict、you が使われています。言葉で言って、命令する。もしくはこう言ったことを書き取らせるといった意味にもなります。dictation、dictate の名詞形です。dictation、命令、書き取り、dictation。pregnant、pregnant。さあ、na があります。na は生まれるといった語源です。つまり、pregnant、na、生まれる、プレ、前、生まれる前というのは、お母さんのお腹の中にいます。pregnant、妊娠した。pregnant、妊娠した。関連して na、生まれるといった語源が使われてある単語、いくつか見ていきます。native、na、生まれるって、どこで生まれたかという出生地の。nationality、国籍。naive、naive、na、生まれるとあります。頭の中が生まれたままの状態。世間知らずのおバカだ。innate、na、生まれるがあります。生まれつきの。さあ、そして、preliminary、preliminary、プレ、前があります。前置きの、もしくは予備のといった意味になります。あ、preliminary survey、予備調査。preoccupation、preoccupation。occupy というのは何かを占めるといった意味がありました。preoccupation、つまり頭の中をプレ、前もって何かがこう頭の中を occupy、占めている。そして何かに夢中とか没頭と、そうした意味になります。preoccupation、夢中没頭。そして動詞形は preoccupy です。preoccupy、動詞で夢中にさせる。オキュパイと関連してこちらも確認しておきましょう。オキュペーション。オキュペーションってのはこちら日々の生活をこう占めているものといった意味で、オキュペーション、職業といった意味です。オキュペーション、職業。そして、占領といった意味もあります。プレジュジス、プレジュジス。プレ、前。ジャジスというのはこれ、ジャッジ、判断という意味です。つまり、まだ会ったこともないのに、会ったこともない人に対して、プレ、前もって、ジャッジ、判断して、あんな人、あの人はきっとこんな人だ、こんな人だと前もって判断する。先入観、偏見といった意味になります。プレジュジス、先入観、偏見。プレジュジス、先入観、偏見。プレミス、プレミス、プレ、前があります。プレミス、前提。プレミス、前提。
previous これも前があります。previous 前の以前の。prevail。prey というのはこれは前といった意味。bell というのはこれは value と同じ意味で価値といった意味です。価値のあるものが prey 前にどんどんこう普及していると。こういった意味になります。prevail 普及している。prevail 普及している。そして形容詞形も押さえておきましょう。prevalent 普及しているといった意味になります。さあここまでプレイ前を見ていきましたけども、後といった語源も少し紹介したいと思います。後といった語源、ポストといった語源があります。ポストポーン、ポストは後、ポーンは置くといった語源です。後に置く、後回しにするといった意味で、ポストポーン延期するといった意味になります。イコールプットオフ、こちらも設定を押さえていきましょう。さあここまで前といった意味を表すフォアとプレイを見てきましたけども、ここで少しフォアとプレイの関係性について話をしたいと思います。実はこのフォアもプレイも究極的にはインドヨーロッパ総合と言われる言葉の PR と、この言葉に由来します。このインドヨーロッパ総合ですけれども、実は現在インドで話されているヒンディー語も、そしてヨーロッパで話されている英語もフランス語もドイツ語も、ギリシャ語も、まあ、そうした言葉も究極的にはインドヨーロッパ総合といったもともと一つの言葉から生まれたものだということが分かっています。実はこの先ほど見たフォアもプレイも究極的にはインドヨーロッパ総合のこうした PR といったこの単語に由来します。ただ実は英語をはじめとするこうしたゲルマン語というのは、もともとインドヨーロッパ総合の P の音が F に変わって伝わりました。結果として、古英語では P の音が F に変わってフォアといった、こういった形で伝わったわけです。一方で、ゲルマン語以外の、例えばギリシャ語やラテン語などでは、インドヨーロッパ総合のもともとの P の音がそのまま保持された状態で、伝わりました。そういった意味では、ラテン語、フランス語ではもともとインドヨーロッパ総合の P が保持された、プレーといった形で残っています。前回も話したように、英語というのはノルマン征服やルネサンスによって、フランス語、ラテン語からも大量の単語をこう借用、借りることになります。結果として、ラテン語、フランス語に由来したこのプレーといった語源と、そして古英語由来のフォアという語源、どちらもがこの現代英語に共存していると、まあそうしたことになっているわけです。実はこうしたフォアとプレーのような F と P の対応というのは他にも見られます。例えば、お父さんという単語。英語では F で始まるファーダー。フランス語では P で始まるペフ。そしてこうしたペフに由来するフランスラテン借用語として、パテーナル、パトリオリック。こうした単語が入っています。パテーナル、父の父方の、パトリオリック、愛国的な。次に足といった意味では、英語では F で始まるフット。フランス語では P で始まるピエ。そしてこうしたフランスラテン借用語として、ペダル、ペデストリアン。こうした単語も入っています。ペデストリアン、歩行者、ペデストリアン、歩行者。そして魚という単語では英語では F で始まるフィッシュ、フランス語では P で始まるポアソン、そしてフランスラテン語借用語として P の音を保持したパイシーズ、ウオザというのが英語に入ってきています。こうしたように古英語由来の単語というのはインドヨーロッパ総合の P の音が F に変わった形で、ファーダー、フット、フィッシュとこうした形で英語に残っていて、一方でノルマン征服やルネサンスなどをきっかけにフランス語、ラテン語から借用した単語に関しては、インドヨーロッパ総合から受け継がれた P といった音が保持された状態で英語にも伝わっている。結果として英語にはこうした F の形と P の形を持った対応する単語というのが見られるということになるわけです。さあ先ほど前といった意味を表すフォアとプレイを見てきました。このフォアとプレイというのは究極的にはインドヨーロッパ総合といった、大昔の言葉に由来します。ここでせっかくですからこのインドヨーロッパ総合についてもう少し詳しく見てみることとします。さあこのインドヨーロッパ総合というのは世界最大の語族です。大元のインドヨーロッパ総合というのは現在では失われているわけですが、このインドヨーロッパ総合を喋る話者というのが、まあ、各地へ広がり、そして、この言葉が各地で方言化し、ついには互いに理解不能の諸言語へと分かれていくことになります。結果としてこうした10の語派というのが構成されています。英語というのはこのゲルマン語派に属します。そして、英語に大きな影響を与えたフランス語、ラテン語というのはイタリック語派に属します。まあ、そのため、この2つの語派についてはもう少し詳細に見ていくこととします。さあこれを見てわかるように英語というのはゲルマン語派の定置ゲルマン語群に属しています。例えば英語の他にもオランダ語などは定置ゲルマン語群です。一方で大学の第二外国語などで学ぶ標準的なドイツ語というのは正式には高地ドイツ語と呼ばれ、これは高地ゲルマン語群に属しています。そしてラテン語ですけれども、ラテン語はイタリック語派に属しており、そしてラテン語から現代のフランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、まあこうした言葉が生まれていったということがわかります。さあ画面にはインドヨーロッパ語族において父を意味する単語を並べています。もともとインドヨーロッパ祖語、もともとにおいてはこの P といった音で始まったわけですけれども、これをサンスクリット語、ギリシャ語、ラテン語などではそのまま P といった音が保持されていることがこれを見てもわかります。一方でゴート語、コ英語、コーコーチドイツ語、コーノルド語といったゲルマン語族においては P の音が F に変わっているということが、この父を意味する単語を比べることでわかると思います。まあ、このようにゲルマン語族においては一部のシーンに体系的な音変化が生じたというわけです。
実はグリム童話で知られるグリム兄弟の兄ヤコブ・グリムというのは言語学者であり、彼がこうした現象を体系的に説明しました。そして彼にちなんでこうしたことをグリムの法則と呼ばれています。さあこのグリムの法則ですけれども、図で示してありますのでご覧ください。この図を見てもわかるように、インドヨーロッパ祖語の P といった音はゲルマン祖語では F に変わったというわけです。先ほどまで見たこうしたプレとフォー、パターナルとファーダー、ペダルペデストリアンとフット、こうした P と F の対応というのはこうしたグリムの法則によって説明がつくというわけなんです。さあ、前回の動画では声語時代のザを紹介したわけですが、今回は声語時代の名詞の変化について少し紹介したいと思います。声語時代においては名詞はどのように変化をしているんでしょうか。石といった意味を表す男性名詞スタンを例にとって見ていきたいと思います。スタン、スタン、スタネス、スタネ、スタナス、スタナス、スタナ、スタヌム。まあ、こうした男性名詞スタンというのは、主角か対角か属角か余角か、そして単数か複数か、まあ、こうしたことによって、まあ、8通りにも変化をしていたわけです。実はここで注目してもらいたいんですが、この単数属角のスターネスのこの ES の語尾。実は現代語の所有格の S というのは、この単数属角の ES の語尾に由来しているわけです。そして、複数主角、複数対角のスターナス、スターナスのこの AS の語尾ですけれども、実は現代語の複数の S の語尾というのは、この古英語の AS 語尾に由来しているというわけです。まあ、このように、まあ、現代語では、アポストロフィー S、そして複数の S、まあ、これしか残ってませんけれども、古英語時代というのはこうした風に、まあ、実は変化をしていたわけなんです。さあ最後に声語にまつわる問題を2つ準備しました。ぜひともチャレンジしていただければと思います。さあそれでは今回はこの辺で。お相手はまさにゃんでした。